本人に大人気アイバーソンのクロスオーバーについて、シリンダーから外れ、さらにそこから1、2、皆さんこれすごい使えるスキルなんで、この動画が見終わった頃にはきっと髪の毛をコーンローにしてると思います。頑張っていきましょう。この動画の最後にキーワードがあります。 LINE 登録した後にそのキーワードを入力していただけると応用動画が見れるようになりますので、ぜひ LINE 登録してください。絶対に覚えた方がいいバスケスキル、今日はですねクロスオーバー。まあ、コメントでもですね、クロスオーバーのやり方を教えてくださいとか、あとアイバーソンのクロスオーバーのやり方を教えてください、こういうコメントがあったんで、アイバーソンのクロスオーバーについて皆さんにお伝えしたいと思います。あ、皆さんっていうかアイバーソン知ってます？アレン・アイバーソン、 NBA の180センチぐらいしかないんだけど得点を取った、もうね日本人に大人気だった選手、彼が得意だったクロスオーバー、これを今日は皆さんにお伝えしたいと思います。早速行ってみましょう。ではまず最初にクロスオーバーが苦手な人の特徴をやってみたいと思います。ボールと体を常に連動させた中でクロスオーバーをしてしまう人、これが苦手なパターンの人です。やってみます。もう一度いきましょうか。逆バージョンいきたいと思います。今やった苦手な人のクロスオーバーのパターンはフロントチェンジ、ボールがこうやって移動すると同時に自分の体も横へ移動した、常にボールと自分が連動した同じ動きをして、そこからクロスオーバーを行った。これだとあんまり引っかからないです。今度はボールだけ先に動かす、ボールだけ先に動かして自分はその場所でステイする、さらにそこから 1、2、1、2 でクロスオーバーをして、最後自分のシリンダーから外れる、そしてクロスオーバー、これをやってみたいと思います。実際にこれがアイバーソンのクロスオーバーです。ポイントとしてはですね、ボールが先に行きたい方向、クロスオーバーをしたい方向に移ります。移ってから 1、2、移った方とは反対側の足で1で行きたい方向へ2の足の際に、この自分のシリンダー円柱があると思ってください。ここに円柱が、そこから外れる、そうするとディフェンスが反応してくる、それに対してクロスオーバーで反対側へ行く。今日はこのアイバーソンのクロスオーバーをやってみました。きっと皆さんの頭、髪型は、コーンローに変わってるんじゃないかなと思ってるんですけども、実際に皆さんこれすごい使えるスキルなんで試してみてください。フェイクする際に軸足を、そういうキレキレの選手が得意なんですけど、緩急が生まれるんで、特にクロスオーバーの際はものすごく、ずれやすくなってきます。ディフェンスとのタイミングは。教えたスキルが正しくできているかをチェックするメンバーシップをご用意しました。動画を送っていただければ僕を含めたプロ選手が改善点をアドバイスします。教えたスキルだけではなくバスケの悩みなら何でもお答えします。まずは概要欄にある公式 LINE を登録してください。